どうしたどうしたどうした、急に急にどうした、まえちゃん急にどうした、急に急に急にどうした、まえちゃん、まえちゃん、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデーディア辻くん、辻くんかい、辻かよ、辻井なの、俺ここに飛び込んでこう泳いで帰るわ。バイバイじゃないんだよ。そうですか。バイバイじゃないんだよ。本当にね、で同じ日なんですかね。お前いくつになったんだよ。いいよ、いちいち見せなくて。疑ってないよ。なんだよ。本当だ。あ、え、違う、え、あ、これだ。あ、本当。いや、本当にわかってるよ。嘘ついてないです。知ってるよ。大丈夫です、大丈夫、そう、下田心配なくてもケーキありますから。あるの？はい、こちらです、どうぞ。何？あれ？あれ？大きさが、あ、でもあっちはいろんな手作り感満載なものなんだね。すごい、辻井くんって書いてある。ありがとうございます、私の分もあるなんて、ありがとうございます。まあまあね、じゃあね、これ、用意、用意しよう。なんで、あれないの？火は？火は？消えちゃった。消えちゃったじゃん。火つけて、うん、辻井くんのケーキの方がいろいろちゃんとできてるじゃん。あいつヒューって消したろ、ふーって。はい、それじゃあね、うん、皆さんお待ちかねの恒例企画やってみましょうね。下さん分かりますよね。え、ごめんごめん、何このカンペ。何このカンペ、あれこんなカンペでした？はい、これいつものやつですからね。いつものやつでしたっけ、はい、それじゃあね、恒例のあれをやるために、恒例のあれです、スカイデッキの方に移動しましょうか。スカイデッキに移動する、わざわざなんですけども。これまたマスクするやつね。わざわざ行くそうです、マスクをしていきましょう。はい、何ですか、なんだっけ、恒例、恒例のあれですよ。恒例のあれって何よ。え、あ、こっち行くの。はい。え、何何、どういうこと、これは何、その恒例のやつのためだけに止まってんの。そうですよ、スカイデッキに行くときはあのちょっと止まってくれる。そうなんだ、はい、あ、すごい、うわ、橋が綺麗ね。あ、これ靴履いていくのか、あ、スリッパで行くの。うん、スリッパらしいよ。すごい、これ綺麗じゃないの。綺麗、これなんだっけ、この橋。この景色を堪能しようよ。本当ですね、なんかよくわかんない恒例。謎の恒例の。あれか、あれですよ、あれか、はい、なんか待ってますね。すごいね、あのさ、今まではさ、もう少しさ機械的だったじゃん。はいはいはい、すごい、なんていうのかな、生々しさを感じる。一人怖い、なんか怖いです ね、 ね、 えねえ、待ってますね。お前、え、そこで、おい、うわ、めっちゃ響いてんじゃん。え、嘘でしょ。これなの、寒い、あとここできないの。私、旅に出ます。隠された。何なの今の、何をされてるの。すごいね、あの小宮くんがね、あのガードマンとして、ね、優秀ですよ。あ、そうなの。あ、志望さん、あ、すごいでかいから。何なんだよこれ。どんなやつが出てくるの？これ、ちょっとさ、てめえんだよ本当。着替えんのにさ、こ
これなんだ、ここでいいのか。え、ちなみにだけど、お祭り男ってなったことあります？今まで。祭り男、ねえよ。言われたこともないの。史上初だ。いや。史上初ねえ、史上初ってさ、言いたいだけでしょ、あなたたち。なんかすごい言いたいんですって。なんだよ。船の上で生着替え。史上初。お前、うるせえよ。うるせえ。うるせえよ。なんでカンペ差し出されたらそれ読まなきゃいけないっていう契約でもしてんの？そう、大きい声で読まなきゃ。本当にさ、しかも近いんだよ。そうですよね、近くで言われるからさ。あ、離れてる。離れたら見えるからダメだって。もうちょっと近づいて。これでいいのか。お、いい感じですか。ごめん、何をもってしていい感じかが分かんないけど、多分いいんじゃないかな。でも結構切れてる、うん、なんか黄色い。あと小宮くんがちょっと直してくれてる。優しさ。ちょっと優しさは優しさだけど、うんうん、いいですね。これでいいのかな。いいですよ、いい感じですよ。いい感じなの、はい、これ。これ取っちゃいますよ、これ。うん。そうね。いや、すごいな。俺、なんだいこれ、今日終わるまでこの格好ってこと？そうです。あ、そうなんだ。はい、今日はこちらで行きます。よし、ね、ちょっともう後で手直しするけど、まあ概ねこれでいいでしょう。行けますか、うん、それでは登場していただきましょう。登場、登場も何も、はい、42歳になったお祭り男、下野ひろです。3、2、1、オープン。まずまず、まず立って。はーい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 。何誕生日させてんですか。本当に。そこそこ寒い季節。寒いよ。めちゃめちゃ薄着じゃないですか。足出てる。アムラーからの。本当だよ、ね、あのね、はい、アムラーからね、順調に育ってます。育ってるんですよ。順調に育ったおかげでね、あの程よい感じの毛の感じ。程よいですね、男らしさもあり、うん、そうですね、男らしいかどうかちょっとあれですけど。似合いますね、なんかあんまり違和感なくて。なんとも言えない、こうなんか笑えるわけでもなく似合ってるんですよ、ね、なんでだよ、笑ってくれよ。そのまんまなんか普段着で。でも俺こういうの似合っちゃうんだよね。似合います。そうなんだよな、すっごい似合うな。自分で言うのもなんだけど、うん、そろそろ戻る。戻る。まだやることあんの。あ、そしてね、今回ね、うん、下野さんのお祝いのために、うん、あの人たちが来てくれているそうです。あの人たち、探してみてください、下野さん。え、どっかにね、あの人たち来てくれてるんだそうですよ。あの人たち、あの人たち、あの人たち、どこにいんの。え、人いますか。どっかにいんの。います。ん、おーい。ここよ。YouTube で見られるのはここまで。本編を全部見たい方はこのボタンをタップ。アベマプレミアムなら私たち、僕たちの限定トークも、声優と夜遊び全シリーズも、全部見ることができます。ということで、みんなも一緒に夜遊びしようぜ。